るよ簡単に。21番、下の表は書籍新刊点数の推移をまとめたものである。この表から判断できることとして最も妥当なのはどれか。スピードアップのために選択肢は楽なものからチェックしましょう。時間の節約になります。楽なものとしてはまず2つ比べるタイプ。例として A は 80% より大きい、または A は B より小さいなどの選択肢があります。次に計算なしで表を見るだけのタイプです。例として2022年度で3番目は A であるなどがあります。逆に大変なのは計算ありで全部調べるタイプです。例として全ての中で増加率が最大なのは A などがあります。最後に×確定で超楽なのは理由が書いてあるタイプです。これは×確定です。資料は結果のみ表すもので、資料から理由まではわからないはずだからです。例として A が減少したのは不景気のためなどがあります。またわかるはずがないものを聞いているものも×確定です。例として人数がわからないのに一人当たりの数値を聞いている場合などがあります。それでは今回の選択肢でどれが楽でどれが大変か最初に吟味しましょう。選択肢1は平成28年と平成30年を比べるので、調べるのは2つです。選択肢2は総数に占める工学・工業の割合と総数に占める哲学の割合を比べます。いずれの年もとありますが、実は計算不要なので見るだけです。選択肢3は平成27年から平成30年の中で平成29年が最も多い部門を探しますが、計算不要なので見るだけです。選択肢4は総数に占める割合が2番目に高い部門を探します。いずれの年もとありますが、計算不要なので見るだけです。選択肢5は総数に占める児童書の割合が最も高い年を探します。計算が必要で全部調べる必要があります。それでは選択肢を簡単な順に1、2、3、4、5とチェックしていきましょう。選択肢の1番、総数の対前年減少率は平成28年の方が平成30年よりも大きい。ここで減少率が大きいということはすごく減っているということなので、割合が小さいということに注意してください。このことを踏まえて選択肢通りの式を立てると、27年の総数分の28年の総数小なり、29年の総数分の30年の総数となります。上から3桁だけ拾いながら数値に直していくと、764分の750小なり、731分の717となります。ここで右の分母を左の分子に、左の分母を右の分子にかけて払うと、750×731 小なり、717×764 となります。計算すると548,250小なり、547,788。この式は間違ってますね。というわけで違う、1は×です。選択肢の2番、総数に占める工学・工業の割合はいずれの年も総数に占める哲学の割合を上回っている。ここで同じ年同士の時は
割合が上回るなら数値も上回るはずなので計算は不要です。そのまま表の数値を見ていきましょう。27年の工学工業は27年の哲学を上回っています。28年の工学工業は28年の哲学を上回っています。29年の工学工業は29年の哲学を上回っています。30年の工学工業は30年の哲学を、おやおや、おかしいですね、下回ってます。というわけで、なんかおかしいなぁにはバツです。選択肢の3番。平成27年から平成30年の中で平成29年の書籍新刊点数が最も多い部門は4つある。これも計算不要で見るだけの選択肢です。各部門ごとに最も多い年度に印をつけましょう。早期は29年、哲学は27年、歴史地理は27年、社会科学は27年、自然科学は27年、工学工業は28年、産業は29年、芸術生活は28年、語学は29年、文学は27年、児童書は30年、学習参考書は27年です。そうすると、おやおや、平成29年が最も多い部門は3つしかありませんね。というわけで、違う、3は×です。選択肢の4番。総数に占める割合が2番目に高い部門はいずれの年も文学である。同じ年度の中なら割合が2番目に高ければ値も2番目に高いはずです。これも計算不要で見るだけの選択肢です。各年度ごとに2番目に多い部門に印をつけましょう。27年度は文学、28年度は芸術生活、29年度は文学、30年度は文学です。いずれの年もと書いてありますが、28年度は違いますね。というわけで、違う、4は×です。選択肢の5番。総数に占める児童書の割合が最も高いのは平成30年である。まず話題の30年の総数に占める児童書の割合を見てみましょう。100の位までで四捨五入して拾うと717分の47です。そして27年は764分の43、28年は750分の43、29年は731分の44となります。ここで計算しないテクニックがあります。もっと小さい分数は分子がより小さく、分母がより大きければ確定で小さいと言えるというものです。今回27年の分数を30年の分数と見比べてみると、分子は47に対して43で小さいですね。分母は717に対して764で大きいです。そうすると確定で30年より小さいということになります。28年も分子が小さく分母が大きいので確定で小さい。29年も分子が小さく分母が大きいので確定で小さいと言えます。というわけで、特に計算しなくても30年が最大だと分かりました。
というわけで、これだ。5が丸です。チャンネル登録お願いします。見てくれてありがとう。入試やテスト頑張ってね。